なんか夏の思い出ってこんなにも儚くパッて急になくなるんだなって思いますね。皆さん今この瞬間を大事にしましょう。こんな変な帰り方あるんだ。見えてるもん、まだ襖ピシャンが良かったもん。ぐぅ俺殿下の宝刀思いついた。4秒目閉じる、パッ開ける、4秒閉じる、パッ開けるっていうので目を回復させたんですよね。それのルーティーンがなぜか崩れてなっちゃった感じですね。まあでもまあ別に限界だったから妥当なのかもしれない。普通に俺の体力がここで尽きたっていうことなのかもしれないですね。お疲れ様です。え、カッション何割くらいなの今、ね、何パーセントくらい。90。あれ、おあれ意外と 90? でも仮眠券6枚持ってんだよ。2時間寝るから、ね、いやだからそのまま持ち帰らせていただいて完全優勝持ち帰る。どういうことよ。どこに持ち帰る。使わず持ち帰らせていただいて。いやそれ早く帰って寝たいだけやん。はい、え違う。仮眠じゃない、もう本眠に入る。負けるってことですか。はい、ダメだよ。いやでもやっぱ最後は東海の3人がさ、お三方がさ、ガチでやって倒すから。いや残ってやりたい気持ちはあるんだけどね。諦めんな。あれだからバナナボートだからね。抗えよ。バナナボートも乗りたい気持ちあるんだけどね。すごい。そこまでそれすらどこら辺で気持ちだけは、まあ、帰りのバスとかで、ね、絶対盛り上げる。今から戻るバスとかでね。俺らには山手線ゲームがあるから、うん、大丈夫です。あれね、一人減ったけど一人減ったな。それそれ痛手だな、あのゲームにおいては。勢いが大事だから。スマブラもやりたかったな。やるよ。え、やろうぜ。やるのスマブラ。誰だっけやりたがってたの。いなくなっちゃったか。なんかしばゆうがやったっすよ。しばゆうが言ってたよ。ヘオくん一抜けマジで予想外やったな。ね、予想外だ。この5人って予想できたかな。いやこの5人はなかなかできないな。まず東海と俺らっていうのでレアなの。ないね。あ、俺はもうここだけっていう。ない、ね、奇跡だね。男女いて今のところここ以外からありえないんじゃない。じゃあでも本当にそう思うよ。スカイピースしか呼ぶ人いなかった。うれしいよ。ね。なんでアオラブなのかなって1ヶ月ぐらい言ってたよね、ずっと。いいのかなみたいな。怒られんじゃないの。他の女の子だったらね、分かんなかったというか。結果的に一番面白いでしょ。女子もう2人が。やりやすいよね、これ。うわ、嬉しい。あ、違った違う。嬉しい、違った。居酒屋みたいなやつ。打ち上げみたいなやつ。ボソボソ喋りながら。まあ、よかったよね。まだランチだから。めちゃくちゃ終わった気でいたわ。だいぶ最後の方だった。だいぶ最後の方だった。締めに入ってた。トーンやばかったんじゃない。回ってんだ、ね、精神的に疲れるよね、この油断だランチは今日。うーん。なぁ。あれ、うん、なぁ、なおできない。なおあ、喉がもうかさる。なおんせーお。すごい。すごい。これ、見つけが決まった。おぉ、それは嬉しいな。暑いな、これは。え、12時でしょ、今。3時からマリンスポーツでしょ。3時間だ、ね、あれ、ラグナみたいなとこ。あ、違ったっけ。あ、なんだっけ、違ったっけ。でもそうそうっすよね、ラグナみたいなとこに行くって。ジェットコースターだ。ウェーイ、帰ろう。あ、乗れない。乗れない。ウェーイ、ここで帰らせていただきます。ジェットコースター乗れず、すみませんでした。さっそく苦手か。はい、そうだ。ジェットコースターじゃないかな、それでもあれ。まあ、あれはね、しょぼいのでも怖い。しょぼいのだったらいける。あ、絶対しょぼいよね。めっちゃちっちゃかったよ。失礼だよね。いい意味でね。いい意味でいい意味でしょぼいことなんかあった。いろんな人が楽しめるっていうね。でカスちゃんはさ、富士急は乗れないけどこっちが乗れるわけでしょ。カスちゃんにとってはこっちの方がいいわけだ。でかいと怖いから、ね、移動でねようかな、じゃん。めっちゃこそ、みんなで。もう来て、もう来て、もう来て。そんな今日、ハードすぎない。すごいよ。やばくない。もう肝臓させてやんの。お前たちって本当に全員潰す気でやってるよ。楽しんでもらいたいんですよ。肝臓させて何もないよりはなんか動いてた方がいいっすよ。まあ寝ちゃうもんね。買い物とかでいいんだけどな。アウトレットとかさ。確かに。
アウトレット行くとかでも楽しいよ、こっちは、うん、もうここほんま精神メンタルだったら精神メンタル精神メンタルかぶってるな精神状態だったらさ精神メンタルだったらないのか、アウトレット。いや、撮影がむずい。こっちは生き埋め記念館でこそ、あんと若いもん立ち喋ってくる。落合ひろみつけねえからね、反対側って気がする。ナッチ勝つのがあるような気がする。あってもいかんよ。ええ、だ最近のさ、落合見た寝るやん、あのショートのやつ。え、なにショートの YouTube、うん、見てる。おじいちゃんすぎてやばい今、かわいい、かわいい、いやっいやっやるから休業中です。うわ休業か。ラベンダーからサプライズで連れてくる動画もあるよ。需要あるのそれは。野球のことやってなんぼなんじゃない。いや、ショートは多分日常なんだ。 YouTube ショートはこんな落ちやつら見れるのみたいな。出しすぎる、まあ確かにね、出しすぎる、出してるからな。ギャップがいいんだろうね。そうね、可愛さと野球の。落ちやさんも人間なんだっていう、うん、今がピーク。眠いか。今眠くないんだよな。本当に今だけ。今ダメだわ。ちょっと待ったからだいぶ眠いっしょ。マックス待っちゃったもんね。俺ら暑いに死にそう。いや俺も多分下がることないと思う、このピーク。うん、もうすごい、ね、下がんないと思う。よく喋れてるね。うん、だって目がもうちょっとこういう感じだもん、ちょっと髪の毛使えますから大丈夫ですよ。持ってんの？ある。何分？2枚2枚3枚2枚2枚あるやん。こっち持ってこりゃよかったな。そうだね。あるこれ使えるもんね、今ね。回復だけじゃなくて逃げに使えるからね。うんうん。俺でも初めてこれ使うときに俺めっちゃ緊張して、これ出して出しても緊張しすぎてもうめっちゃ目さえて、その15分くらいずっと目さえて。そんなパターンあるのか。出してる瞬間見てたらこうやって見えるんだ、あそこが。俺もまだ使ったことないんだよ。マジか。初をまだ出して緊張で寝れないがありえる。緊張すんのよ。確かにまとめて出せる、出した時のめっちゃいいな。1時間半とかだったらマジで勝ちだもんな。2時間もあってね。いやマジで勝ち、優勝だよ普通に。優勝。え、タイミングが分からない、どこで出すかっていう。ショートが、まあそうね、ショート前かショートの時だね。ショートで耐えるだけ耐えてピンチになったら締めかすちゃってるかもしれないからね。それだけは本当にマジでありえる。いやだやだやだ、マジでありえるよ。かっちゃんの仮眠中に全員いなくなってる。最悪だ、悪夢すぎ。すごい、かっちゃんそんな渋き取りめっちゃおもろいな。でもかっちゃん一回寝たら起きれないっていう特性があるらしくて。そう、あーそう、だから仮眠あんましないようにしてて。そうだ、ね、そう、仮眠のまま全ての時間以上が経って終わって、そうそう、帰宅になっちゃうらしい。かっちゃん寝てたらベロチューしてもバレないの。え、前、そうだったじゃん。キモしたみたいな。いやいや、俺じゃない、俺じゃない。どれ、え最悪だ。ちょうどめっちゃキモいとこやってそうそう、ちょうどキモいとこに行くっていう。俺、ベロチュー。この前、一緒じゃん、みたいな。眠いから、ツッコミも切れないし、ぬるっとしてるから、もう。右目寝てるから楽になるんだ、それで。次はタイの煮付け。おー、なるほど。すごい、ありがとうございます。あれはすごいな。ブンブンやん。うまそうやないの。嘘、すごいな、あんまりすごいな。すくんの上手。いきます。うわー、うまそうだね。あ、うまい。俺はうまいわ。うまい。うん、ふわふわじゃん。うまい。うまうまあ、うまっ。臭くないね、すごいね。うまっ。うん、あ、油が乗ってますね。もう、いい感想ですね。うん、ほんとだ、ほんとだ。プリプリ感あります。うん、うん、素晴らしい。トロトロ。眠くなかったら、めちゃくちゃ褒めるんだけどね。なんか心の中にはね、玉がいっぱいある、うん、すっごい言ってるんだけど、なんか出てこないや。眠いで、つっかえちゃってる。あっさりことしか言わない、これ。そう、美味しいやん。うまい、これうまい。これ、醤油多すぎた。あこれも、はい、これもタイ、マダイ。ありがとうございます。ありがとうございます。しみるわ。しみるね、うまいね。うまい。これ結構回復かもしれない。回復や。
東海オンエアの比率が薄まってきたから今の違う。回復会で笑えないか、そっか。笑わない。これ今回復会が遡ってきたら笑うでしょ。俺は笑う。笑う。煮つけ。魚の煮つけです。なんで持ってくんだ。それがポイントをしといたね。だから柔らかいんだ。5分の2分からん話してんな。全然笑ってない。俺が 150% 悪いよ、これ。モザイクしといてほしい。モザイク顔に。顔に。いないことにして。分からんすぎる。いや、ちょっと、シリーズの回復系のまね、おもろすぎるよね。いや、もうやばい。もうちょっと磨きたいね。やばい。めっちゃ磨きたい。一番ツボかもしれない。やばい。おもろすぎる。まだ本人にバレてないんだよな。ちょっと公認取らないといけない。今度。いや、ノーマルシリーズか。100% 笑う気がする。いや、マジでおもろい。見つけですやばい。もう、テオ君とかもうついてんだろうね、東京。うわー、うわーすごいな。めっちゃ腹立つわ。腹立つわ。めっちゃ腹立つわ。夢丸も実家にいてる。うざっね。うぜー。なんか、じゃあ最近あった面白い話してるけど、まあ、最近あった面白い話か、うん、でもあの最近ポコチャをやってて、ポコチャ配信アプリ、うん、やってるっていうのもあのリスナーとして見てるって言われて、うん、なんかちょっとずつこう配信者にスタンプだとか送ってって、で合計を見てみたら1ヶ月で30万円使ってる、気づいたら使いすぎ使ってるね。喜んでくれるから送ってたら30万だったって女の子に、うん、嫌な趣味、めっちゃイケボみたいな。いいよかったね返事、うん、次行くところがこう、ね、お前行くとだかって次行くところがお前ダジャレ急に違うこら次行くところが次行くとところがこうしてえぇちょっとグレミアソフトだけ食いたいなと。それは硬い、黒潮一枚あったから。確かジェットコースター乗り続けてたらさ、寝ないのかな。寝ないだろ。ジェットコースター寝なそう。スチールドラゴンでも寝れる気がするんだけどさ。登りは寝るね。あ、登りでアウトだな。登りで登りでアウト。いや、もう降りながらあのバーにこうやって寝れそうなんだよ。すごいよ。近いのかな。え、ジンコは遊園地行けんの。徒歩2分だったらね。ここでなんか車の30分移動だったら多分寝ちゃうね。寝ちゃうなっていう。2分だったら大丈夫。でもマリンスポーツ終わってから多分それがある。いや、マリンスポーツどこでやるっていうか、この辺の海だって当たり前だろお前。あ、なんだ、何してんのかよお前。何なんだよこの辺のに決まってるだろ。わからんわ。わからんわ。このわからんせや。あー、わからんわ。いや、これ、はい、ずっと会話変なんだ。これ、はいになってるから、今。マジでずっと意味わからん会話続けてる。これ、いけるわ、逆に。これはいけるぞ。やっぱ、これだよ。編集で本当に困るの。お前ら、マジ何を言ってんだ。繋がってないし。仕方ないやな、生き残ってんだから、こっちは。そうな。これに関してはずっと意味不明よ。一くだり丁寧に編集して伝えたところで何も伝わんないんだよ。意味をだって意味を垂れ流すしかないからね。タリガミ様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、ありがとう。タリガミ、はい、ありがとう。やった、嬉しい。本当です。えおぉおぉタリガミ様。タリガミ様、マジダメ。お茶目な顔しちゃったよ。こういう、この女みたいな。本当に言ってるか、こいつ。てめえ。ミルクとかここに入って。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。いただきます。うわー、ピクー、嬉しい。今なんかさ、苦ければ苦いほどいいわ。タリー、めっちゃ涼しい。うわこの2倍涼しい。すごいですわ。なんか郵送じゃないよ。カスちゃん一番イケボーだから、本当に言うじゃない。まあ暑いから。暑いから。暑いって言う。暑いからそっちに聞いとられて、眠いとかじゃない。すごくない。ずっ
どっち全部のどっちかの感情になっちゃう。すごい。お腹空いたら全部そっちに行く。すごくない？すごい。寝ずに行けちゃうよ。寝たいな、でも。他の感情を虜にしたら。虜じゃねえや。おとりだ。おとりにしたら睡眠はなくなるってわけでしょ。ああ、そうだね。めっちゃ部屋寒くするとか。すごい。だから今日の朝はお腹減って大丈夫だった。うん。すごいわ。お腹減る前はずっと寒かった。あ、なんか欲しいもの決めといた方がいいかもよ。見えてきた、ゴール。見えてるよね。だって、ここ全然落ちるよ。そうだ。マジで一人ゴールあるから。マジであり。きついきつい、本当にきつい、それは。みんな認めると思うよ、普通に。この運動量でカスちゃんが一人でいたら最後一人立ってたすごい女ってことになると思う。すごい人体の入力機能が停止した怖っ怖っおい、最後に爪痕残そうとすんな。あれ、しばねえ、しばねえしばねえしばねえの誰がしばねえしばねえのどうぞ。似てるな。リュウイチさん来たな、それは。そうだ、あの人来てんだよ、仕事の後に。リュウイチもらったんだよ、俺は。リュウイチさんのためにも頑張らないと。顔を思い出せ。顔唐揚げみたいな顔してる。嬉しいな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 。